船の中からです。今日はね、ちょっと譜面をね今作ろうと思って思ったんですけど、なんせ、ね、音がないので頭の中でねこう作ろうと思ってたんですけどね、原著記だったらいいんですけど、ちょっと一応しないといけないってことですごく、A フラットのやつを C に一応だからそんな難しくないんですけど、左手のところとかのあれ出ないとちょっとあれかなと思って、ボリュームか、なんていうのかな、それでねちょっとこれを出してみたんですよね。なんかねもうほんとたくさん持ってきすぎて、皆さんねそんなたくさん持ってきてないのに私普段あまりお酒飲まないんですけど、もう寝れなかったら嫌だと思って梅酒を持ってきたんですよね。ところがね1日目に梅酒ちょっと飲んでもうすごくしんどくなってね、もうこれはやめとこうと思って結局全然飲まなくてそのまま置いてあるんですよね。なんかまあそんなこんなでね、これちょっと電気つかないんだけど、これ大丈夫なのか、合ってるのかな、これでちょっとねこれをん何これちょっとおかしい、まあそんなんでねこれちょっとロールピアノ使ってみようと思って今思いました。音鳴らないのこれ、トリセツね、音量アップ、12ってどこや、12、あここやっぱり、あ、めっちゃ1ぐらい、これ欲しいんです。めちゃくそなすみたい面白いねこれこれをこんなしてちょっと C に変えようと思って音を出すと迷惑になっちゃうので、今からちょっとだけ、ね、鳴るっていうことが分かったら、イヤホンでねやってみようかなと思ってます。まあまあなんてことかな。で、ね、今日はね26日に出航して、で26でしょ、で27、28、今日28なんですけど、28、今日はもうずっと今日までお船の中なんですよね。で明日宮古島に到着ということですね。で今日はまあ一回11時からもう引いてきて、次18時、今何時、今12時半、一回引き終わって今お部屋に帰ってきて、まあ本読んだりとかねデッキの上歩いたりとかしてるんですけどね、今日はねちょっと船これを作ってます。こんなんして過ごしてるんですけどねまあまあすごくこう充実した毎日、朝早く起きてしてますね。はい、まあ、そんなこんなでちょっとこれね音をねあんま出したら怒られちゃうので、これ出しますね、これでねちょっと譜面だけ作ってね、まあ、30個ほどでできるでしょう。それでこれをね、あこれあかんやんか、これちょっとこれあかんわ、これはい、ここでね無事にイヤホンつけて麺が完成しましたはい、これでねお客様がね、麺を欲しいとおっしゃったので、ちょっと真に一応したものをちょっと作ったんですけどね、まあ、とにかく今回初めての、お船乗ったんですけれども、荷物が多すぎましたので次回からもう極力荷物を減らすということですね。あとねもう
持ってこないでいいものを持ってきて、持ってこなくちゃいけないものを忘れてるという。例えばね、あの時計がないので、まあ、iPad でここちょっと出してますけど、あのなんか置き時計なんかね持ってきたらよかったなと思ってますね。だから何時か分かんなくて時計つけてばいいんですけれども、まあまあこう何時か分からなくてもあのいいかなと、まあ、自分が仕事行く時間だけねちょっと把握しとけばいいかなと思って思いながら、まあ、これでねロールピアノでちょっとねあの譜面作ったりとかねして時間過ごしてます。ロールピアノグッドで、こんなに簡単にねロールピアノね片付けられるので本当にね、まあ、優れものですねこれね。ちょっとあの音をあのなんていうかなこうあの譜面を作るぐらいのねちょっと練習は無理ですねこれでね。練習はもう絶対無理だけど、例えばね一応しないといけない、あ、やべた時とかそういうちょっとしたことにはすごくいいんじゃないかなと。まあまあ軽いって言っても軽くはないですね。まあまあ重い、まあまあなんだけど、もうこれはあのないよりも絶対にあった方がいいですね。これはちょっと買ってよかったですね。ただまあ、毎回持っていくのはまあ重いかな。だけど今みたいにね本当にね助かるんですよね。こう音とかね出すときに、あ、音は出せないですけどね、そのちゃんと今みたいにこんなイヤホン持ってきといて、で譜面作ったりとかするには全然問題ないですね。むしろありがたいというかこんな感じですね。はい、まあ、そんなこんなで、イサップちゃんの船内譜面書き記録でした。